皆さんこんにちは、リガキャプテンです。こんばんは。今日も動画見てくださってありがとうございます。今日はですね、前回の動画に引き続きこういうモフモフを描いていこうと思います。よろしくお願いします。モフモフを描くたびに1個だけやんなきゃいけないのがペンのブラシの設定なんですけど、その設定のあの話は前回の動画で、はい、あの丁寧にやってますので、はい、ぜひそっちをまず見て設定してみてください。はい、じゃあ今日はですね、黒猫を描いていこうと思います。こんな感じで闇夜のですねところで、こう道端でなんかもう見つかっちゃった感じにしてますので、はい、スポットライトで、はい、こんな感じにしてみようと思います。このですねモフモフも、もう猫のもですね、こんな感じで結構モフモフしてるので、もうほんとぬいぐるみみたいですよね、こういうのが。はい、でヒゲもちょこっとちゃんとついてる感じのモフモフをちょっと作っていこうと思います。はい、じゃあですね、やることは簡単で、またですねちょっと新しくレイヤーを立ち上げてください。はい、そしたらですね、ちょっと小さくして、前回お話しした、モフモフを作るためのブロッチ、これをですね、カスタマイズしてますので、そのカスタマイズした方を取ってください。はい。で、もまあ、これも、まあ、ちょっと真ん中ぐらい、よりちょっと上ぐらいで。はい。じゃあ、まずですね、こんな感じで、モフモフを適当に描いていきます。はい。はい。でですね、顔の部分を少しこう、丸くしてもいいと思います。こんな感じですね。はい、いいんじゃないですか。早速ちょっと小さくしたくなったんで、ちょっと小さくしますね。はい、はい、じゃあこんな感じですね。いいと思います。で、耳をちょっと大きくして、はい、はい、で最大のブラシサイズにして、ブワーっと中を塗っていきます。でですね、この最大のブラシサイズにしたときに、ここをギューって押していって、一番端っこの方を少しこうやってワファファファって最大のサイズで出るようにするんですよ、少し端っこが。そうするとモフモフがですね、ピュ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 って出てくるので、もっとモフモフ感が出るんですね。こんな感じで本当に毛が毛羽立ってるみたいじゃないですか。そうなんですよ、こんな感じで。ちょっとコツといえばコツですね。はい、こんな感じですね。やっていっていただいて、ふわふわ感を最大限にふわふわにするっていう。はい、はい、こんな感じですね。で、耳も、はい、耳はですね、とんがらかせておいてもいいと思うので、ここら辺をちょっと力をあんまり入れずに少しこう調整して、で、ここら辺をモフモフしたいとかから、ここら辺からモフモフをちょっと力を強く、これ、筆圧入れて、モフモフにしてください。はい、これであっという間にモフモフが完了です。はい、もうできたといえばできたぐらいの勢いですね。で、もうちょっと小さくしたいので、このぐらい。はい。にしようと思います。で、下がですね、ちょっと、あれなんで、少し下に下げようと思います。で、マグネット使ってまっすぐに下に下げると、はい、でこんな感じでいいですね。はい、で今度はですね、モフモフの目を描いていきます。目をこの青、あと黄色で取って描いていくんですけど、これはもう本当にお好みで、はい、お好きなように描いていってください。はい、私はこの少しこう黄色の目で、なんか怪しい雰囲気にしようと思いました。はい、こんな感じですかね。はい、さっき描いたのどういうんだっけな。で、鼻と口、こうさっき描いたのなんとなくで描いてるから覚えてないんですよ。あ、こういうのか。はあ、はあははあ、なるほど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 、そうですね。あんまりちょっと若干違うっていう感じがするけど、まあいいや。はい、こんな感じですね。はい、いいんじゃないですか。で、目のこの真ん中にハイライトがつけて、はい、でちょっと可愛くしたいなら、目と目の間の鼻と口をですね、少し上の方に描くんですよ。そうするとなんか可愛らしくなります。はい、下の方に描くとね、いい感じでなんかこう大人びた感じになります。はい、はい、で描き方は人間の人っていう字を書いて上に点つければ鼻と口になりますので、はい、でここの目のところにこうハイライトを入れて、
はい、ハイライト入れます。はい、でモフモフ完了です。でこれモフモフ完了したんですけど、さっきのですね、後ろにこうレンガありましたよね、レンガの壁、はい、そういうのもちょっと入れていく、いこうと思います。でこっからはもうプロクリエイトのテクニックの話になるので、別に見ていただかなくても大丈夫です。モフモフがメインであれば、はい。じゃあそんな感じで、じゃあちょっと、いろいろ付け加えていこうと思います。はい、でですね、このモフモフのこの下にレイヤーを1個作ります。はい、でこの下のレイヤーにですね、さっきの、ブリックウォールを入れていってます。でブリックウォールは、いつものようにアンスプラッシュで、ブリックウォールって入れると、こういうのですね、いっぱいレンガの画像がいっぱい出てくるんですよ。こういうのもかっこいいですよね。そうそうそう。で私はちょっと適当にこの辺りを選んで、はい、いただきました。このティムさんからいただきました。ありがとうございます。はい。です。これを入れまして、で、今から、ファイルに追加していこうと思います。はい。はい。そしたら、この大きさを、画面の大きさに合わせるにします。はい。そうすると、合いましたね。はい。で、この、レンガの上に1個レイヤーを追加して、このレイヤーをですね、黒く塗りつぶします。今、黒になっていて、レイヤーを選んで、レイヤーを塗りつぶす、をすると、レイヤーが全部塗りつぶされます。で、このレイヤーを少しですね、消していけば、猫ちゃんがスポットライト浴びて、ああ、見つかっちゃったな、みたいな雰囲気になりますので。はい。で、消しゴムを、ソフトブラシを選びます。はい。ソフトブラシを選んだら、猫がですね、全部隠れるぐらいの大きさにします。で、ここら辺でですね、こうやって、大きさを確認できるので、ピュッて。はい、あ、いいんじゃないですか。このぐらいで少しですね、不透明度下げて、ここら辺から消していきます。はい、今、黒のレイヤーを消していきます。こんな感じで、チュチュチュって少しずつ。はい、そうすると、ボワーって出ますね。わー、夜遊びしてるの見つかりました。てってるーっていう感じでいいんじゃないですか。で、もうちょっと、少し真ん中を、猫ちゃんのところをこう明るくするとふわっとした感じ。はい。でよくある刑務所とかの脱獄犯をこう追う、びっくりするほどのすごい性能のいいスポットライトありますよね。あのスポットライトだともうマジでくっきりになってるので、そっちにしたい人はもうくっきりの方でいいと思います。私はふわっとした感じのやつで今回はやっていこうと思いました。はい。脱獄犯っていう体であればそっちを使ってください。はい、はい、じゃあこんな感じで、はい、猫ちゃん見つかりまして、はい、こんな感じでモフモフ、はい、頑張ってまた雑草してみてくださいということで、こんな感じですね。はい、今日もすごいモフモフがいい感じで出てきたんじゃないですか。はい、今日もご覧になってみてくださってありがとうございます。はい、今日の動画が面白かったなとかためになったなとかって思ったら、ぜひいいねボタンと登録よろしくお願いします。じゃあ今日もありがとうございました。またね、バイバーイ。